ジエノンフェノール転移とは、有機化学における転移反応の一種で、三色媒により、感情、ジエノンがフェノール類に変わる反応。ジエノンフェノール転移の基質は、4、4ジアルキルマイナス2、5オシクロヘキサジエンマイナス1オンの誘導体である。これに、三色媒を作用させると4位のアルキル元の転移が、起こり、3、4ジアルキルフェノール誘導体を与える。この反応はまず、 カルボニル元の酸素にプロトンが孵化してペンタジエニルカチオンを生じ、続いて6因間の方向属化と4位の立体障害の解消が駆動力となり、アルキル元の定位が進行する。一般に硫酸や脳塩酸など、ある程度強い酸を必要とする。19世紀末にサントニンがデスモトロポサントニンに変わる反応が AA アンデリオ記載により報告された。 これが本反応の最初の報告とされる。ペンギノン酸、4、4、5テトラメチルシクロマイナス2、5ヘキサジエンマイナス1オンは本反応の基質となるべきジエノン骨格を有するが3、5位のメチル元が4位のメチル元の転移を阻害するためトリフルオロサクサンを作用させてもフェノールには変わらないことが報告されている。レビュー、コリンズ CJ ・イーストハム、jf ・インザケミストリー・オブ・ザ・カルバニルグループ、パタイ、エスエード、一九百六十六、ジョン・ワイリー＆サンズ、シドニー、アンデリオ・キサイ、A、ゴズ、チン、イタル、二十三、四百六十九、ベルント、H ヒューニグ、S、ケム、バー、一九百八十三、百十六、三千八百八十四。ありがとうございます。